こんにちは、宮沢まりです。今日はお弁当の詰め方の工夫について考えてみましょう。行楽のお弁当だったらこんな風におかずとおにぎりを人数分詰めるっていうことが多いですよね。でも行楽の持っていく入れ物って大体決まってますから、同じような入れ方になってしまうことが多いですよね。そんな時にはちょっとイメージを変えたい時には、最近は可愛い大きなお重もございますので、こんな花形のものとか丸とか思い切って形を変えてみるとすごく新鮮な感じになります。ではいつもの四角のお重を使った入れ物から、こちらの丸い方に移してみましょう。丸や花形のお弁当だと、ちょっと四角のお弁当に比べて、どの辺から詰めていったらいいかしらってちょっと迷いますよね。そんな時にはこういう縦に線をイメージしたりとか、真ん中から放射状に線を引いた、そんな線を自分でイメージしながら入れていくと綺麗に詰めることができます。おにぎりも三角じゃなくて、例えばこういうハートとか花形のおにぎり型を使うと、同じおにぎりでもちょっと目先が変わりますよね。で、初めての入れ物とおにぎりの型なんかを使うときには、こんな風に最初に入れてみて、いくつくらい入るかなとか、それからこの花を真ん中にしてハート型をここに2つっていう風に組み合わせれば、こちら側にも入りますから、おにぎりは5個入るなっていう、そんな風に目安がつきます。型ですと、変形しないので、こうきっちり入るか入らないかっていう感じなんですけど、おにぎりの場合には多少ギュッと押せば融通が効きますので大丈夫です。それからここの隙間におかずを入れると、おにぎりと接するわけですけれども、味移りなんかも気になりますよね。そういう時にはおかずカップを使います。最近はこういう、シリコンのおかずカップ、こうわざとレタスの形になってるんですけど、こういうものを入れると隙間に合わせて形を変えるので、味が移らないし、場所を無駄にしないでいろんなものを入れることができます。ではこれらを使って作っていきます。ご飯も、お花寿司の素で少しピンクにしたりとか、それから、シソの水気でご飯を緑色にしたりとか、そういったバリエーションもつけるとさらに楽しくなります。ではこれでおにぎりを作って入れていってみましょう。ではハートと花形のおにぎりをこの丸いお重に入れていきます。まず中心を決めます。それから、さっきあらかじめ大きさを見ておきましたから、こんな風に入れていきます。そしてこちら側も同じように入れていきます。こうですね。それから、おかずはこういったシリコンのおかずカップを使って入れていきます。こういうふうにどのくらい入るかなってこう当たりをつけたら、あとはここに入れていけばいいわけですね。こんな風に入れてあげれば味の移りも心配なくて大丈夫です。ではさっきのお弁当からおかずを移して入れてみましょう。入れる時には隣り合うおにぎりとの色のコントラストを考えて場所を決めていきます。こういう濃い色のものはできるだけ白いおにぎりを隣に入れた方がいいですね。そして緑色のおにぎりのそばにはこういう黄色い卵焼きを入れるとだんだん鮮やかになっていきます。こんな風に考えながらどんどん入れていきます。こんな風におかずがみんな入りました。そしたらここの放射状に
入っているっていうことをさらに強調するトッピングをおにぎりの方にするととってもまとまって綺麗に見えます。具体的には例えば、絹さやなどを切ってこんな風に乗せてあげます。こういうラインを作るわけですね。こちら側も放射状にこんな風に乗せてあげます。お花の葉っぱみたいな感じですね。こうするとこういう線が見えてきます。で、こちらの方はもう元が緑ですから海苔などでやってみましょう。小さな海苔で構いませんので絹さやくらいの大きさになるようにします。ここに 1,2,1,2 と入れますから4本必要になりますね。同じ大きさで4つ作るときには先に海苔をこうやって折ってこれ4枚重なった状態にしてそれから切ると一度に同じ大きさのものを作ることができます。こんな風に葉っぱの形にします。そしてこれをおにぎりに貼り付けます。こんな風にすると、こういう模様なんだなっていうことがはっきりしてきますね。では次にこの放射状のこう向かっていく真ん中のところを強調します。糊を丸く切ってここにこう花の真ん中みたいに置いてもいいですし、例えばこんな花のようなかまぼことかあればそれを乗せるだけでも随分とこう締まった感じになりますね。そしてお弁当のこの丸いお重の大きさによってはこういうところに隙間ができます。こういうのがあると行楽のお弁当は移動中にどうしても壊れやすくなってしまうので、こんな、塩茹でしたオクラとかそういったものをこうやって隙間に刺してあげます。ですけど、せっかく作ったこの放射状のラインが壊れないようにできるだけここに入れたらこちらにも入れる、それからここの隙間に入れたら、こちらにも入れてあげるというように意識して、隙間を埋めていくと、バラバラな感じになりません。これで四角いお弁当との盛り替えでこんな感じになりました。ちょっとしたことなんですけど急に華やかさがこう出て楽しい気分になりますよね。ぜひお試しください。